MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。昨日に続いてのレース参戦第2ラウンド、はい、こちら DM サーキット和歌山さんにやってきております。昨夜ですね、11時過ぎぐらいまで NST さんで、はい、たっぷりとレース楽しませていただきましたけれども、そこからですね、まだ12時間経っていないような状況で、今こちら午前10時頃というところでしょうか。エントリーしておりますのは2台、あとこちら、昨日と同じタミチャレ GT クラスに TS050 のボディをつけたこの TC01、 そしてこちらの TM サーキット岡山さんといえばカットビクラスですね、 TRF420、 はい、こちらもしっかりと今日は準備しておりますので、ダブルエントリーで頑張ります。まず朝一番の練習走行中です。新しいタイヤをつけてですね、まず皮むき作業からやっていくということになるんですね。でも同じように今どんどん走らせている方大勢いらっしゃいまして、マシンの調整をしっかり今のうちにやって、この後の予選に備えるということです。
遊びクラス第1組とスタートします。5分間の周回です。1番スタート、2番スタート、まずオープニングラップは加藤選手が16秒フラットのオープニングラップ。
ます。サブチャレクラスは予選3分間です。スタートします。この腰が張りになるんじゃ。張ってるね。張ってるね。オープニングラスペースの橋岡谷選手、続いて高井選手、高井選手、高井選手、前田選手。
人になります。ご愛着ブルー、イエローとカラフルのカラーリングの選手特徴。Thank you.
Thank you.
Thank you.
こういうのがとてもね、まあ、重要なんですけど、天気の方が良くないだろうっていうかね。
反省会中となっております最後の最後に随分ブッサイクなレースをしてしまいまして、もうあっちこっちでぶつけてしまいました。飽きません。それもあの集中力最後まで持続させないといけませんね。もう一番の反省です。この
ハイエンド TRF-40 も明らかに練習不足というのと、やっぱりあの調整がまだ甘いなっていうのは、実感しましたので、もっともっと足しげく通って修行を積まないといけないなと思いました。何より昨日のナイトレースから今日のこの昼間のレースということで、間が本当に短い中で、長距離の移動も絡みましたので、結構体力的にきつい状態で、ヘロヘロになっております。まもなくもう最後のレースということになりますけども、最後まで見守って堪能してから安全運転で帰りたいと思います。お疲れ様。
ありがとうございます。